どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。餃子に入れたい具の量いまいち未だにわからない委員会さやです。なんか餃子いつもムチムチになってしまうのはあれはなんでなんですかね。それはもう食欲がほとばしってるからじゃないでしょうか。具いっぱい入ってた方が美味しいじゃないですか。ムチムチ餃子を愛せ。どうもさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、剣闘士ビーム。俺のビームはダメだぞ。俺は剣髄師だ。嘘、髄解散パン。ああ618年髄は唐に変わりましたとさ。はい、ということで今回こちらです。夏メロ。懐かしのメロディ。でも夏メロって今言う？わからない。そもそも若い子とかって言うな、やめろ。その説もあるが、まあ、とりあえず夏メロ。夏メロということで今回やっていく企画はこちら。イドン。アラサーが青春時代の人気曲から妄想してキャラデザインとストーリー対決。うわー、やるせなフィッシュ、やりきれなフィッシュ、許せなフィッシュ、サンフィッシュ。お魚。はい、そういうことです。僕たちにとっての夏メロ、すなわちだいたい今30歳前後をさまよっている魂たちによる。さまってないみんなまっすぐ生きてる。ふよふよ漂っている魂たちが、はい、懐かしいって震えるビートを、うん、そういうね、はい、今回は持ってきました、はい、だから今の学生さんとかはね、うん、きっと夜遊びとかさ、はい、確かにそう、アドさんとか、まあ、アドさんもそうだね、うん、まあ、ヒゲダンとかもそうだし、そうですね、ユーリさんとかもそうなのかな、まあ、なんかわかんない、うんうんうん、もうとにかく今の世代の子たちが青春ど真ん中で聴いてるような曲、うんうん、それのアラサーバージョンです。我々が中学校高校生ぐらいの時にめっちゃ聴いてた曲を、はい、かき集めてっていうか、いや、かき集めてないんだよね。やろっかって言った時に出てきた曲がもう、うん、あ、それそう、なっちゅーってなったもん、ね、なんかもう好きでずっと聴いてるよ ね、あの普通にいろんな作業中にプレイリストを再生しながらやったりする時もあるんだけど、うんうん、入ってるよねっていう、入ってる、入っちゃう、うん、面白いんだけどさ、うん、なんかあの頃に聴いてた曲って、うん、すっごい久しぶりに聴いたとしても圧倒的に歌詞覚えてる率高いんだよね。いや、そうなんですよね。別に懐かしくないんだよね。あ、そうそう、ずっとリアルタイム、そう、懐かしいけどリアルタイムっていう、便宜上夏メロって言ったんだけど、うん、リアメロなんだよ。リアメロ、うん、そう、急に覆してくる。でこれは夏目さんちの青春時代に聞いた懐かしいようだけど今も聞いてるから別に懐かしさとかはないけどなんかすごく好きなメロディー、はい、なんか、なんか、はい、以前こんな企画をやってたんですけども、はいはい、人気楽曲ね、うん、はい、皆さんが大好きな人気楽曲、最近の曲をメインにこんな妄想対決やってたんですが、今回はそれの我々世代バージョン、はい、そう、我々が中学校、はい、高校生だった2004年ぐらいの曲を、ね、はい、ピックアップしてみまして、まあ要するに、うん、まあ、今の18歳の子がやめろやめろ、計算するな、やめろやめろ、ギリギリお母さんのお腹の中にいたかもしれない。まあそんなこんなで、あの、はい、非常に、まあ、もしかしたら一部視聴者さんを置いていってしまう企画ではあるかもしれないんですが、うん、もし知らない楽曲ありましたらぜひ検索してみて、ぜひ聴いてほしい、うん、まあ、知ってる曲多いと思うけど、うん、もしね、はい、こう最初にこの曲知らないってなったら、はい、あの聞いてから、確かに確かに、それはそうだね、うん、だいたい今回のご紹介する楽曲は公式さんからちゃんと MV とかがね、確かに公式で、うん、あの MV が出てるものになりますので、はい、概要欄にも貼っとくと思うんですが、うん、皆さんぜひそちらを聞いてから戻ってきていただけると非常にね、楽しめるかもしれない、はい、より楽しんでいただけるかも、はい、見てほしいですね、ね、まあ、と言いますので早速ねやってまいりますか。団子三兄弟団子いいのよ、平成の象徴みたいな。初めて買ってもらった CD です。かくれんじゃ忍者忍者だって、僕あの初めて買ってもらった、あ、でもしかも CD じゃなくてさ、このぐらいのさ、あ、そう、細長いやつ、細長いやつ、細長いやつ、やつやつ、このちっちゃいのゲームキューブのディスクみたいな。早く始めてくんないかな。いい加減始める。今20代前半から10代の子がなんやねんそれ。あ、そう。まあと言いながら今回もうね、はい、やる曲はもう満場一致で決まったんですけど、迷わなかったよね、うん、なんか提案された曲だよね、いや、そうそうそう、選びきれなかったっていうところはあるんですけど、うんうんうん、まあそれ以外でちょっと今出す曲以外で、はい、まあ、まず中学時代によく聴いてたっていうところでいくと間違いなくオレンジレンジ。いや、わかる、めっちゃ聴いてたの、うん、アルバム、あれだ、あのミュージック、あ、そうそう、なんか真ん中に MUSIQ でしょ、そう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 、
曲、あの真ん中になんかディスコみたいな、あ、そう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 、ね、アルバムのやつあれ聞いてたね。てか初めて買ったアルバムあれかもしれない。お母さんに取られたんだけど私。なんでよ。ポルノグラフィティ、あーそうね、ねえ、メリッサやらサウダージやら。そう、ちょうどその頃あの鋼の錬金術師の一番最初のアニメが、ね、一番あの1個目のあのちょっとオリジナルストーリーが入ってくるダークな方の主題歌メリッサだったり。いやそうそう、ちなみに僕が初めて買ったシングル CD はメリッサです、はい、初めて買ったアルバムはオレンジレンジのミュージックだけど、うん、シングルで初めて買ったのはメリッサ。おお、私ケツメイシの桜でした。ケツメイシの桜って結局ね、なんか僕ね知らないんだよね。知らないというか知ってるやつあれだけなの、あの僕らはと、うんうん、桜舞い散る中に溢れ、それですそれです、それが桜のケツメイシなんだな。え、ケツメイシの桜のそれ、それですよ。桜舞い散る中に溢れた記憶と君の戻ってくるヒュルリーラなんでうろ覚えなの、旬で出てくんじゃねえのかよ。ヒュルリーラだけ、ヒュルリーラだけ太鼓の達人だった。そう、あれがケツメイシの作品か。そうですよ。なんかねこの時代ってちょっとさ、小中の時ってまだなんかアーティストさんの名前を覚えてない時もあるんだよ ね、 そうなんだよね。すごいよく聞いてたけど、うん、覚えてないとか。っていう概念があんまりなかった時期でしょ、うん、そうそう、そこから僕はあのバンプオブチキンに出会って、あ、まあ、さっきも出てきたジアビスのカルマね、うん、まあ、カルマもそうだけど、その前に天体観測がある。はい、はい、まあそんなどこまで今使われてたかがわかんないですが、うん、今回もですね、うん、1回戦目から3回戦目までベースにさせていただく楽曲をちょっとチョイスしてきたので、やっていきますか。やってまいりましょう、はい。それでは第1回戦目の楽曲です。こちらでございます。ででん、アンダーグラフというねバンドの翼です。これはデキデン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 。前奏からやる始まる明け方過ぎの国道までのってやつですよ。大好きじゃなかったみんな。大好きだって持ってたもんだって。マジで好きだった、うん、まずアンダーグラフっていうのがあの2000年に4人組のバンドとしてね結成されたんですが、2012年にはあのギターの朝亮介さんが脱退して今は3ピースのバンドでやってらっしゃるみたいなんですが、はい、その当時僕たちが中2か中3ぐらいの頃に、そうね、爆流行りした。いやもうめっちゃ聞いてた。 MD にぶっ込んで死ぬほど聞いてた。ゼロの調和っていうアルバムに入ってるんだけど、うんうん、当時中学校の時は聞いてなかったんだけど、大学時代にふとすごい振り返りたくなって、うんうん、アンダーグラフのそのアルバムを借りてきて聞き直してめちゃくちゃアンダーグラフにハマるっていうのもありました。未だに聞いてます、アルバム自体を、うん、さ、その頃に多分ね初めて CD プレイヤーを買ってもらったんだよね。あー、でけえやつだ。あ、うん、違う、あのこれぐらい CD1 枚入る分ぐらいの。そうだね、でかいやつでしょ。だから、あ、それでかいに入る。でかいだろ。私あのでけえでラジカセとかじゃないこれででかいのよ。でもで 今これよ。その後だとこんなもん背の形が特殊すぎてよく分かんなかった。そうやって表現するかなってなっちゃった。いや、そうそう、買ってもらって、はい、めっちゃ聞いてた思い出があるよ、ね、アンダーグラフのこの翼という楽曲は節目の出会いと別れの曲というか、過ぎ去っていく日々、そしてちょっと振り返ってるような感じの楽曲でもあるんだけど、まあ、旅立つ空に出会いと別れ、青春の日々すべてを描き、いつか互いに大きな花を、綺麗な花を咲かせまた共に笑おう、まあ、サビなんですけど、これがね、はい、かっこいいよね、うん、めちゃめちゃ。ちょっとなんかこう寂しさ漂うんだよね、なんかやっぱなんかこう何かを置いてってるような気持ちにもなるんだよね。何かを置いてっているのか、うん、そう、今も信じてるよ、いつも忘れないよ、手を振る君の瞳を、帰らぬ儚き青き日々って言ってる、ね、まあ、うまくいったのかうまくいってないのか、それはまたその歌詞の解釈にもよると思うんだけど、うん、やっぱり回顧思い出を振り返ってるような感じがあるので、まあ、そんなところも考えながらちょっと妄想していければと思います、はい。今回曲から妄想して書かせていただいた設定みたいなものをまた最後カラーイラストで書ければと思いますので、いきますか。はい。じゃあザクッと15分ぐらいで。イエスそう。ちなみに今回僕たちあの企画を出した時点であまりにも話盛り上がりすぎて、いやそうなの、若干もうストーリー考えてきてるまである。ちょっと反省した。まあ撮っとけよかったじゃん動画みたいな。いやもう完全になったんですけど、ごめんなさい、ちょっと今回は夏目さんちが楽しそうだなっていうのが伝われば、うん、幸いでございます、はい。スタート。青春の日々です。行くよー。いきますよー。2004年でしょ、着メロの時代よ。まださ、着歌ってのがなかったの、うん、だってみんなだって今あれでしょ、ポッポッポン、ポッポッポン、ポッポッポン、ポッポン。え、何それ、待って、何それ、あ、これ知らないの、知ってるのかな、ポッポッポン、ポッポッポン、ポッポッポン、え、いつも聞いてるじゃん、え、何それ、ポッポン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 、絶妙に外すのやめて、ドゥルドゥルドゥ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 ン、え、わかんない、わかんない、待って、え、ポッポッポン、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 
ポポンポンポポンポポポン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 。皆さん誤解ないように言いますけど、これ実はあの iPhone の着信音を当てようとしてるんですけれど、カスすぎる。着メロとか買ってた。着メロ買ったね。買ったけどさ、一番最初に買った着歌ってあれだったわ、うん、着メロはちょっと覚えてないんだけど、うん、着歌はね、あやかさんの三日月。一緒やん。マジすごくない？同世代じゃない？もしかして。嘘、私たち同世代だった、うん、そんなわけないよ。うるせえな。そんなわけない。そういう企画なんだって。一緒なんや。はい、ということで1回戦目、アンダーグラフの翼。はい、せーの、でん。おー、なんかファンタジーで、私あ、そう、ちょっとファンタジーにしてみましたが、なんかすっごいゲンさんが好みそうな女の子が手前で絵描いてる。僕さ、なんか今描いて気づいたんだけどさ、うん、美術部好きだよね、僕で。あー、確かに。なんかね、美術部に入ったことが一度もなくて、もしかしたら僕美術部に対する憧れが強いのかな。あ、いいよ、憧れてもらって。あの、自分美術部部長だったんで。うるせえな。腹立つな、こいつ。もうこれは、うんうん、ちょっとごめん、間に合わない。もっと、もう間に合わなすぎる。この子の差がすごすぎる。15分だから、無理だった。まあ、とある中学校の美術部だけです、はい、この子は、一、うん、人ズバ抜けてめちゃくちゃ絵が上手い、うん、神童と呼ばれてる超天才少女だから。おー、そう、でもこいつらの中の会話でもよく出てたのは、うんうん、私たちの誰が有名になっても絶対恨みっこなしと。あー、うんうん、漫画家、イラストレーター、デザイナー、アニメーター、もうめちゃめちゃこう夢が語る時代じゃないですか、うん、そうですね。僕たちもめちゃくちゃ語ってたはずです。語りましたよ、はい、なんだけど、うん、まあ、これどんな話かというと、はい、う、天才絵描き少女とその友人たちの青春ストーリーだと思っていただける。あー、うん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 。アンダーグラフの翼っていうのがさ、うん、また会えたなら共に笑おうみたいな、そういうなんか決意を胸にしておのおのの道に進んでいくみたいな、そういうイメージがすごいもう当時から印象に残ってた歌なので、うんうん、とにかくこの美術部の中でのこの夢を持った空気感というか、あー、うん、っていう場所です、ここは。いや、でもなんかこの夢を語るチームの中で一人ズバ抜けてるっていう子がいるってだけでも、もうこういろんな感情がさ、想像できるよね、はい、そう、うんうん、でこの子はもう作風なんていらないと、うん、私がこの世に生きてきた証は作品だけだから、そういうタイプ。しかもこの子は連作で一世を風靡するんです、もう中学生の時に。あ、もう世間で、もう認められてる、うんうん、これもちっちゃくここに書いちゃったんだけど、うん、もっとでかい作品作ってるんですよ。あ、うんうんうん、もう巨大なキャンバス、もう連作何作品とかで、うん、もう一世をバーンと風靡したとんでもない天才少女なわけ、うんうん、だけど人気絶頂のその時に高校を上がる直前ぐらいでバッてキスが解けす、ミステリー。でも美術部のみんなは彼女が大好きだった、うん、憧れの存在だった、みんな、うんうんうん、誰もこの子に別に悲願だりとかっていう空間じゃないの、うんうん、しかし失踪して、天才美少女の失踪から始まるストーリー、はい、おー、そして時は数年経ちっていうやつですね。もしかしてまた、ごめんなさい、つなげました。次一応、はい、曲目につなげますが、つなげる前にもう一言だけ言っといていい、うん、その時が数年経って舞台はとある広告代理店に移ります。その広告代理店の指導でやる企画の中で、はい、次世代アーティストの発掘企画を担当することになった女性社員が2名いる、誰か候補いるっていう。え、そこでまず1話目は終わると。そう、おー、で最近このイラストレーターが話題なんですよねって言って、作風は書くたびに変わってるし、作品の制作スピードが尋常じゃなくて、うん、年齢、性別、経歴、プロフィール全て不詳っていう謎のイラストレーターとかアーティストがネットでちょっとバズり始めてる、うん、まだバズってない、ひっそりなんかそんな人がいるらしいぐらい、活動名義をリサーチ。意味は？相手に対する復讐心とか嫉妬心とかで湧き上がる衝動みたいな。あー、またそれもなんかミステリーだな。すごーい。ごめん、ちょっと考えてきてる、うん、すごい考えてきてるな。こいつはこいつ、だから今回は即興じゃないことを皆さんちゃんと認識して。こいつなんか今日全然勉強しない、やまずいよとか言っていきながら死ぬほど勉強してるタイプだな。企画始める1時間前から楽しくなっちゃって、ワクワクしちゃった、ワクワクしちゃって、何話そうかなって考えてたら、もう多分ここだけ尺すごいもん。収録50分経ってる。まだ1曲目やわ。まださやさんの話だよ、どうぞさやさん。いや、さやさんもでもちょっとだけ考えてきたんですけど、はい、なんか私子供の頃からなんだけど、このアンダーグラフの翼を聞くと、はい、なんかすごい荒野なイメージがあって。あ、でもわかるよ、荒廃した世界のイメージがすごい強かったから、はいはいはい、あ、でもなんとなくわかるわ、それは、うん、だからその世界観で、うん、もう文明が滅びてしまった、はいはい、昔あった建物とかはもうボロボロになって、うん、砂の中に埋まってしまっているみたいな、うん、植物とかもほとんど生えていないところに、うん、少年2人、親友が2人ひっそりと生き残ってた、うん、で今回は今ね、今から旅立たんとすっていう子なんだけど、でこの子の視線の先にはもう一人男の子がいて、その子とは今別れを告げてるシーンをちょっと書いてみたりして、はい、ひまわり持ってるじゃん。
いやそうなの、親友同士で子供の頃からずっと一緒だった、うん、だけど一人はこの土地に命をまた取り戻したいって思ってる、うん、あーなるほどね。でもう一人はお前が育てた植物をここだけにしたくない、うん、世界をもっと見たいし他の世界にももっとこう緑を広げたいっていう、夢は近いけど違った志を持つ少年がある時を境に旅立ち別れをするっていうお話ですよ。あーなるほど、お互い違う方面から世界を再生していこうっていう。お前が俺の故郷だから、はい、俺は絶対帰ってくるって言ってるけどまだ帰ってきてないっていうのが、まあね、会えたなら共に笑おうだ。そうそうそう、会えたなら共に笑おう2回言いましたって感じ歌詞の中でね、はい、はい、だからどっちかというと主人公は彼を見てる男の子が主人公で、待つ方ね、そう待つ方、この子は果たして帰ってくるのかっていう、すごいおじいちゃんになってから帰ってきました。あーいいね、さや、うん、さんは繋がってはない、さやさんは1話完結読み切り、ごめん、あの本当に僕のせいで、はい、あの今日ボリューム重たくなるんで、さやさんはあのありがとう、うん、趣旨を理解してた俺は趣旨を理解してなかった、うんうん、さやさんは今後が描きたかったとか、いやいいいい、好きそう、すごい、そうそう、数十年後に緑に囲まれたオアシスみたいなところでひたすらこう主人公の男の子はこの子を待ってるっていうストーリーをこの辺に挿絵で入れたいですね動画なんか編集も重てえけど挿絵も重てえな今回の、まあまあまあ、私こっち書かない次行きましょうか、はい、では第2回戦目でございます。いやー、はい、2回戦目、はい、この声が枯れるくらいに君に好きと言えばよかった。この一文の破壊力すごくない？なんなん強最高。いやこれは知ってるでしょみんな。もう知ってるじゃん。え、わかんない、わかんない、え、知ってるでしょ。ごめん、なんか圧かけちゃうんだよまあ知ってなかったら聞いてきてほしいんですけど、ぜひ聞いてきてほしい。すごいね、うん、いい曲なんですよ。すごい、はい、サスケというあのグループの楽曲なんですけれども、サスケは日本の男性デュオでございまして、はい、北清水優太さんと奥山雄二さんの高校時代の同級生で組んだグループらしいですね、はい、2000年に結成して、まあ、ただね2009年4月に一旦解散してしまったんですが、はい、2014年4月にまた再結成したとようです。でちなみに現在サスケ TV という名前で YouTube チャンネルも実はあるので、皆さんそちらもチェックしてみてほしいんですが、はい、今回はそちらのね、はい、サスケさんの青いベンチ、いやもう良すぎてこれ CD 買ったもん。これはちょっとね、うん、これも中学だよね、2005年4年かな。いやもうこれも爆裂大流行りでしたよ、うん、本当にサビの一文にてかサビのキャッってなったよね、キャッチーさでもみんな枯れるくらい歌ってた。俺も枯れたよって。みんな枯れてた。不思議だよね。だってさ、うん、この歌って君は来るだろうか明日のクラス会にっていうのが、うん、そのクラス会っていうのはおそらくもう大人になった同窓会なんだと思うんだよね。そうだね。イメージはね、そんな感じするよね。大人になってから明日にあるすごい久しぶりのクラスで集まる集会に好きなあの子は来るのか来ないのかっていう、ね、あこんなことならもっと先に言っとけばよかったみたいな。でも付き合ってた頃僕らっつってるからね。まあ、付き合ってた頃っていうよくわかんないですけど、でもさこの曲を聴いて、うん、もうすごい感動してた時期ってこの経験ないけど感動したのって、あれさ謎なんだよね、うん、あのこの曲を多分聴いてる僕たちの年代って、そうそう、明日のクラス会の意味がわからないはずなんだよね、うん、いやそうそう、だって今リアルタイムでなうクラスなんだけど、明日だって学校行くもんみたいな、うん、クラス会じゃねえよクラスなんだよっていう世代に聴いてなんか良いと思ってたのって、やっぱりメロディーも良かったし、うんうん、これなんか自分たちがうまく刺さるところをピンポイントで想像で補ってたのかなとは思うんだけど、うん、いやでもこれはねめちゃめちゃ刺さった名曲ですよ、はい、では行きますか、はい、こちらも今回も一応15分で頑張りたいと、レッツゴー、はい、まあ、頑張りたいって言っても考えてはきてる、うん、そう、さやさんちゃんとすごい切ないのを考えてきたよ。いやさやさんなんか知んないけどなんかね振られる人好きなんだよね、叶わぬ恋みたいな、誰がどう見てもさお話のことを考えたらさこいつらは絶対結ばれんだろうなっていうメインカップルの片っぽに片思いしてる子が好き。さやさんそれずっと言ってるよね。そう分かってほしい、強い思いがもうシューマンルサンチマン片思いのルサンチマンと呼んでくれスマホになったのってさ大学生の頃だよね。スマホはそうだね、大学後半だよねスマホになったの。それまでさまあ普通にガラケーだったじゃない。でさ私さ中国にさ1ヶ月間だけさ留学してたの。ネット通じなくてさ中国だと海外電波になっちゃうからさちょっと通信量がバカ高いのよ、うん、使わないように気をつけてくださいねって言われてたのに、え通じるじゃんとか変な勘違いしてて、うん、めちゃくちゃ使っちゃったんだよね。でさ中国から帰ってきたらさネット料金がなんか15万ぐらいになっててさお母さんに半年ぐらいかけて返したあちゃんと返したんだ。いやそうそう、えらこれちゃんと返しなさいって言われてバイト代からコツコツ返しました。ガラケーの思い出それってどうなの。悲しいな、苦い。
さあということで、2回戦目青いベンチ、はい、せーの、でん、顔がなんか薄くなっちゃった。どうしたどうした、いい人、いい人そうだよにじみ出てるけど。いや、さやさんから、はい、主人公この男の人なんですけど、はい、この2人はもともと小学校中学校と同じ学校で、この男の子はずっとこの女の人が好きやったの。だけど、まあ、勇気も出なくて全然告白もしてなかった、はいはいはい、大学生の時に、うん、この女の子がある事故で記憶喪失になってしまって、たまたまこいつと再会する、うんうんうん、その記憶喪失っていうのをいいことにこいつは嘘をついちゃうの、この子に。ほう、そう、自分たちは恋人同士だったって。そう、韓国ドラマみたいなこと始まったで、すごくその大学生の短い間なんだけど、うん、ラブラブな期間を過ごすんだけど、うんうん、まあ、ある時この子の記憶が戻って、はい、記憶が戻ったことによって嘘の恋人期間のことをすっかり忘れてしまう。別れも告げずにこの子はいなくなっちゃう、うん、お家に普通に帰っちゃうっていうか、うん、2人は会わなくなっちゃう、うん、でこっちはこっちで記憶が戻っちゃったのかなって、うんうん、そうで、別に追いかけもしなかったし、その時も探さなかった、あくまで嘘をついてたっていう罪悪感もあったから、うん、まあね、そう、ちょっと悪いことしてるからね。いや、そう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 、彼女が辛いところにつけ込んでるやつな感じもあるから。いや、そうなので、大人になっても社会人です、うん、主人公がもうクラス会のお便りをこうポストから見つけて、自分が住んでるマンションのこうポストを確認してる時に、はい、なんと彼女がそのマンションに引っ越してきたというシーンを見てしまったっていうところっていうシーンなんですけど、ただこの彼女はこんなに近くにいるけど、もう二度と戻らない恋なんですよ、はい、嘘ついてたから。なるほどね。で、彼女はクラス会に来るかもしれない、うん、だけど僕のことは覚えてないっていう。そらな、誰かこの恋を救ってくださいだから真剣に声が枯れるぐらい好きと言えばよかったと、うんうんうん、そんな嘘なんて嘘つかないと、ね、そう、嘘つかないと。絶対だってそんな不義理なことしちゃったんだから、もうどの面下げてっていう話ですよね。そう、ただ逆に今から真剣に嘘なんかつかずに、うんうん、真っさらな状態で挑戦しに行けばいいのかもしれないんだけど、うん、果たしてみたいな。これは誰、でも彼、あ、そう、彼がいる。じゃあダメじゃん、報われないじゃん、もうこの子。そう、一度の過ちを犯してしまったから、そう、報われちゃいけない、うん、だからその罪と向き合いながら、そういうことだよね、っていうめちゃくちゃ切ない。なんか誰も救われねえな。あ、誰も、この子は救われてるんだ、うん、この子は救われてる。そう、でもさえさんはここに出てきていない、うん、こいつのことが好きな女の子が好きです、はい、ややこしいんだよ、その出してるやつ好きになってる、せめて。そう、分かってほしい、あのこいつはこの子のことが大好きなんだけど、はいはいはい、こいつのことが好きで、この辺にいる女の子が好きなんです。やっぱりちょっと韓国ドラマの風味を感じるいや、なんかこいつがいつかこの、はいはいはい、今ここにいないこの子に、うんうん、この自分が昔やってしまった過ちを告白するシーンを想像して、胸が熱くなった、興奮してる。難しいな。いない、思い馳せる先がまだいないってなる。ゲさんの方なんか話が進展してるところですけど、明らかに何かが続いてますよね。明らかに続いてるんですよ、うん、あのシーンが切り替わって、うん、完全に広告代理店の話になったじゃないですか、うんうん、大々的にね、こう自分たちの実績としてアピールできる、なんかこう真珠発掘しなきゃいけないと、うん、まあ、そんな企画があって、でその中のその社員たちの話、ね、うんうんうん、この女性社員2人の話で、先輩の F と後輩の A、 ちょっと名前決めるのめんどくさかったんでごめんなさい、決めてる時間がなかったので F ちゃんと A ちゃん、 F さんと A ちゃん、うんうん、なんだけど、まあこのね、候補がね、誰かいるって F 先輩が聞いた時に A ちゃんが、まあ、答えるわけです。ヤバそうなやつがいると、うん、でその時にも A ちゃんは、先輩このルサンチマンを超大物アーティストにしましょうっつって、いつか自分の手で発掘したアーティストをバズらせるのが夢だったんですっていう感じで、ぐいぐいこの子がいて、うんうん、協力して、はい、この企画を成功させようと行くのが、うん、この今回の話なんですが、はい、はい、お、まだ中学校の彼女と彼らは出てこないというわけなんですよ。あ、そうか、あ、そうなんだ。全然違う人たちです。あの中の誰か、誰かではまだそういう話は出てないんですけど、うんうんうん、とにかく A ちゃんと F はその天才絵描き少女に関しての情報をどんどん集めていく、うんうん、でもその天才少女とおぼしきアカウントとの、そして接触までいけるわけです、なんやかんやあってね、うん、はい、で顔のない絵師展みたいなところを企画するところまでこぎつけるんだ。そしてその会期の初日に正体を公表するっていうところも、あっちからの申し出で、自分への期待がマックスの状態で正体を表すっていう、逆になぜか自分でハードル上げにくるんです、ルサンチマン、うんうん、でそこから徐々にこの広告代理店の力もこう裏から噛んでってね、うんうんうん、PR というか根回しをしてって、はい、もうすごいネットで話題になってる、うん、誰なんだこいつ、ルサンチマンとは誰なのか、そう、過去に有名だったっていう、うんうん、でも失踪したとか、そういう過去の話を尾ひれがついて、どん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 うわーっと話が広まってって、もう狙い通りなわけですよ、この広告代理店の。なんだっけ、あのイギリスにいる、あ、バンクシー、あ、そうそうそう、確かにバンクシーとかと似た広まり方してるからね、うんうんうん、そうそうそう、そういう感じで、うん、もう一体正体は誰なんだっていう人間が一番気になるところ、うん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 、それでネット上で話題になってるっていう、
でまあある程度こうこぎつけたところでちょっとほっと立ち止まった時に、自分も昔は絵を描いてた、絵描きの端くれで漫画家の夢を追った時期もあったけど、あっさり諦めた、うんうん、でもやっぱり何かものづくりに関わる仕事がしたいから広告代理店に勤めてるわけです、うん、はい、僕もそういう思考で行ったからね。あ、そうね、うん、そういう会社に、うん、そうで漫画家には行かないけど、なんか作りたかったなっていう、うん、ちょうどその時にこの青いベンチやっと出てくるんですけど、クラス会に誘われてね、うん、行くかと気分転換で、うんうんうん、出席してね、はい、でもその時に同じ漫画同好会に所属してた友達の、うん、まあこういうことモブっちゃモブなんで気にしないでいいんですけど、うんうん、あの R さんが漫画家デビューをしてるっていうのを知ってしまう。お、自分があっさり諦めて夢を叶えちゃって人に出会っちゃった、うんうんうん、だから僕的な解釈としては、この声が枯れるくらいに君に好きと言えばよかったの君は夢と捉えました。おしゃれ、考えてきてる。人じゃなくて、もう二度と戻らない恋、痛みだけがちょっと動いたっていう。うわ、この気持ちすげえわかんない。僕そういう、すごい、ね、そうだったから、うん、会社員時代なんかツイッターとかで後輩とか、うん、まあ、同世代の人が、ね、うん、何かを成した時のズキッとする感じ、ずっと感じてたんですよ。なんかその気持ちで書いたんだけど、ああ、それは素敵。だから、まあ、この声が変えれるくらいに夢を一度でも追えばよかったっていう後悔を抱えて、うん、なんか頑張って成功してる兆しが見えてるっていう子に会ってしまった。というところで、 R から今度逆に F に仕事の話を振られて、うん、はい、ちょっとでも自分の仕事なんか言いたくなっちゃう気持ちが、あ、うんうんうん、口走ってあるね、話を言ってしまうわけですよ、うんうん、自分だってすごいこと今してるんだ、うん、そしたらその R さんから、そのアカウント今話題ですよね、でも地元が特定されたっていう噂ですよっていうのをその人から聞いて、でもそれちょっと疲れて、うん、ネットから一瞬離れちゃった時があったから、うんうん、そのタイミングでクラス会行ったからそれ知らなかった。おー、めちゃくちゃ驚くわけ。それは企画を一緒に担当してた A の出身校だった。おー、話が進んできたっていうところですね。うおー、長くね、長え、あの結構ちゃんとオチまで考えてきてます。すごいちなみにちょっと書きたいなとすら思う。書いてください。サヤさんのこれも誰か書いてくれない、サヤ、うん、さん喜ぶから。いや、サヤさん書いてよいや、ちょっとね、はい、まだ2回戦目ですが、3回戦目でまとまるのが非常に僕は不安です。大枠考えてるけど肉つけてての今だから、めちゃめちゃ矛盾が生じてる可能性がある。気にするな、枯れるくらい叫びたいんだ、叫べ叫べ好きなだけ叫べ。次行きましょう。はい、ではでは、なんだかちょっとややこしくなってきましたが、あの、はい、3回戦目でございます。はい、はい、モンゴル800さんの小さな恋の歌という曲なんですが、はい、ずっと定番ですよね、もはやね。いや、そうね、もうカラオケは定番ですよね、うん、残酷な天使のテーゼとかに一緒にいるもん、うん、小さな恋の歌も、いるいる、だいたいカラオケのさ、うん、ランキング入ってる、入ってるし、あの履歴見ると絶対一人は、うん、みんなでうわーっていう感じで歌える。そう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 、まあなんで、あの、はい、まあ、我々も好きだし、きっとこれは皆さんも聞いたことあるでしょう、うん、モンゴル800っていうのがね、1998年に沖縄県で結成された日本のロックバンド。バンド名に深い意味はなくね、あの、思いつきで考えたモンゴル800というフレーズをそのままグループ名にしただけらしいです。だから響きなんだ、ね、響きだけで決めた。逆におしゃれやんっていう感じなんですけど、はい、こちらのね、モンゴル800の小さな恋の歌、結構ストレートな歌詞ですよね。いや、そうね、大好きっていう感じの歌で、ね、本当にまっすぐだよね。あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの、ただあなたにだけ届いてほしい、響け恋の歌。可愛い、曲調も明るくてね、そう、歌詞も可愛い、聴いてるだけで元気になる曲の代表みたいな曲なんですけど、うん、この曲でゲイさんのミステリーはどう着地するんでしょうかこの曲で着地する、その話、この曲で着地したい願望だよね、うん、じゃあそれでは行きますか、はい、ラスト、よーい、スタート。でもなんかこのさ、当時流行ってた曲で言うとさ、うん、森山直太朗さんの桜って流行ったじゃん。桜いざまいあかれ、刹那に散りゆく定めとしてたらば、さらばな、が匂いばやめなさいよどうしようかな、これ考えてきてないんだ実は。あ、そうなんだ。そう、フリータイムね、完全なフリータイム。もう今回3曲チョイスしたけどさ、はい、足りんよね。え、あの曲はみたいなやつがさ、あとあるよ。いやー、いっぱい、まだ団子3兄弟やってるなし、団子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 やばい、あの、内なる魚くんさん団子はい、ということで最終戦、せーの、おー、なんか、あーほーん、なん
か好きそうな感じ。金魚が恋しちゃってるのね。この金魚ちゃんね、はい、本当は宇宙人なの。ほう、本当はっていうかこの姿で宇宙から来たんだけど。ああ、なるほどね。そうそうそう、金魚の形で。で、地球では金魚なんですよ、あくまでね。人の感情にすごい力をこうもらえるタイプの宇宙人で、地球にポトって落ちてきて大丈夫、そう、あの大ピンチだったところをこの少年にそう救ってもらった。ピチ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 って大変なことになったそういうことね。ピチってたところを、うん、あの助けてもらって、はいはい、ピチって言ってた。今僕も今全く同じワード出てきてます。ピッチキーってピッチがどうございます。見てない人は何のことやろ。で、まあ、この男の子、うん、あの小学6年生なんですけど、親がすごい厳しいお家で、うんうん、もう毎日勉強しなさいって言われて、はいはい、お父さんたちとあんまりお話ができない、うん、普段学校とかお家とかだとすごいクールな子なんだけど、はいはい、本当はすごい優しくて学校で会ったこととか話したい子なんだけど、うん、もう話す人がいないと。で、まあ、この金魚ちゃんを助けてあげて、でお家でこうこっそりね、うん、なんかの入れ物に入れて、うん、小学生なりにこういろいろ準備して、で普段話す相手がいないので学校で会ったこととかその日良かったことをこの子に毎日話す、はい、そうするとこの子はその嬉しい感情をこの子からもらって、うんうん、力をどんどん貯めることができる。なるほどね。でいつか、はい、その人間の姿になってこの子の横を歩きたい、はいはいはい、だから一番大事な人は私なのよっていう。なるほど。あなたにとって一番大事な人は私すぐそばにいるんだよっていう話。いい、金魚姫だ。金魚姫です。かわいい。だけどある時からこの子がなんかどん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 悲しいことになっちゃって、全然話しかけてくれなくなっちゃって、でなんか力がどんどん失って、私はどうしたらいいのっていう、この子がすごく奮闘するお話にしたいですね。ちょっとなんか切なさがもうすでに見え隠れしてるけど、まあね、時に激しく時に切なく、響きは遠く遥か彼方ですけどね。いや、そうですよ、まあ、いろいろありますよ。響け恋の歌。押し切ったな。いいですね。いや、めっちゃストレートに小さな恋の歌。小さな恋の歌。小さなっていうのはちょっとあのかかってるわけですね。で、そうで大事なほど人ほどそばにいるの。ずっとそばにいた金魚鉢にいた彼女と。そういうことなんです。かわいい。好き、こういう。好きそう。かわいい。僕もこの子好きだわ。宇宙から飛来した子が地球人と恋するの好きだわ。なるほどね。いや、すごい、それ全部違う話。楽しかった。すごい。いい。しかもなんかちゃんと好きも丸出しです、ね、ちゃんと丸出しになりましたね。好き丸出せてよかったです。A、うん、さんのやつはどう着地。なんか小さな恋の歌っていうさ、うん、このワードからは考えられない顔してるけど。一旦振り返っていい？あ、そうです、ね、ややこしい。全3話ですから、ね、全3話なんです。ドラマで言うと120分が3本みたいな感じ。長い。120分3本って6時間やないかい。あのストレンジャーシングス最終シーズンぐらいの1話ぐらいの長さあるあるわタイプの3話なんですよ、うん、イメージ。最初翼のね、夢を追っかけてた少年少女よ、天才絵描き少女と。だけど絶頂その瞬間にもうふわっ瞬間風速でいなくなった。彼女のことがみんな大好きでした、うん、ちなみにこのさらっと書いてあの一人だけ時間足らなかった子がこの子ですね。えちゃんえちゃん、あんた作画カットされてるわよ。作画カットされてる。あのちょっと大事なところが重要人物さんに、はい、でそんな中それでね、はい、十数年経って、はい、この広告代理店にて顔のない絵師として盛り上げられて祭り上げられて、うん、今まさに最高のデビューを飾ろうとしているというか、ルサンチマン、そう、活動名義ルサンチマンは最高のスタートを切るそのタイミング。でもこの F さんは F さんでいろいろ抱えてるものがあって、うん、夢破れて抱えて、ね、で実はそんな抱えて追っかけてきていた謎のアーティストが A ちゃんの出身校と同じだった、同じだったとっていうのが判明しました。そう、そんな偶然、それは本当に偶然なのかというところ、ね、というところですよ。はい、まあ、彼女たちは泣いていますが、あ、本当だ、何なんでしょうかというところなんです。で A ちゃんは問い詰められるわけ。 F 先輩からなんで言わなかったの、どうして、知らなかったわけがない、なんであなたは黙ってたんだと。そうで、この A ちゃんは涙ながらに告白するの。彼女はもう死んでしまっていたと。自分たちは彼女が大好きだったし、彼女の描く絵が本当に好きだった、うん、だからそれを模倣して彼女はまだ生きてるっていう、もう一度死んだ彼女を蘇らせたい、うん、そう、志半ばでいなくなった彼女に向けた手紙ということですよ。彼女たちが用意したの。で、そう、作風なんていらない、私がこの世に生きてる証は作品だけだから。あ、まさしく、だからその作品を生かすことで、そういうことです。その言葉を実現するために動いた美術部員たちがいました。はい、そうで、しかもそれが判明して、うん、でもそんな事実をね、うん、隠し通せない F 先輩は。でも展覧会も中止できない、だからそれを公開しようと。自分たちは偽物で、うん、彼女を模倣しただけでした、はい、と言って出すと、もうそこでネットでは賛否両論で炎上したり称賛したり信者が湧いたり、うん、ごちゃ混ぜな状態になって、
でもそれで一応嘘はついてないし話題にもなったし、うん、企画としては、ね、まあ、成功でもあると。いやまあ確かに広告代理店の選出としては、うん、一時のバズりを生み出せた、はい、っていうところで F 先輩ちょっとでもなんか違和感があると。なんかこれで本当に終わったのかと、なんかこううまくできすぎてるのではと。何もかもがなんか綺麗に収まりすぎたっていう。ふと最初の A ちゃんの発言を思い出す。で先輩見てくださいよこのイラストレーターっていうところにまた戻るわけ、うん、声かけてきたところ、はい、作風は書くたびに変わる、作品の制作スピードが尋常じゃないと、うん、その年齢性別経歴すべて不詳、どうですか次この顔のない絵師を取り上げるなんてっていうじゃん、うん、私いつか自分の手で発掘したアーティストをバズらせるのが夢だったんですって言ってたじゃないですか。言ってた。 F 先輩何かを察して急いでオフィスまで戻る。そしたらもうデスクには A ちゃんの席がなくて、彼女は昨日退社しました。うわ、もう退1ヶ月前からその公表する翌日に退社するっていうのを決めてて、そうでもそれがなぜか自分には伝わってなかったんだけど、うんうん、忽然と姿を消して、顔のない絵師は彼女たちが作り上げたの、うんうん、要するにもう全てこの天才絵描き少女そのものをこのみんなで作り上げていた。そもそもこんななくなっちゃったはなくなっちゃったって言われた子もいない、天才絵描きもいない。うわー、普通にさえさんめっちゃおもろかったんだけど普通にどういうことみたいな普通のリスナーだったいやもうだからもう彼女たちは彼女が大好きだったわけですよ、はい、彼女って一体何っていうのは、うん、この美術部員たちいろんな夢を抱えた美術部員たちの理想の姿だったわけよ。もう中学時代でブイブイ言わせてどこからも振動と言われて忽然と姿を消す、カッコイイっていう彼ら彼女たちが作り上げた妄想、あの時の僕らの夢だったわけですよ、が彼女だった。大事な人ほどすぐそばにいるのっていうことです。今回ちょっと恋人っぽいポジションを夢で全部捉えちゃって、僕いやでもそれかっこよ。あなたは気づく、二人は歩く、暗い道でも日々照らす月、握りしめたって離すことなく、思いは強く永遠誓うっていう、夢を抱えて歩み続けるから生きられたっていう、この子たち響け恋の歌、日本中に響け、日本中に響かせる、かっこよっていう物語がなんか歌詞を見てたら、これめちゃめちゃいい話になるんじゃないってなんかよくわからない気持ちになって、ケン先生ぜひ書籍化をお願いします。頑張ります。はい、応援しております。あの私横でコンペイトザラザラしておりますので。何の係りなのそれは波の音を出す、あいらないのそういうことなんです。すごいすごい。 A ちゃんはなぜこれをやろうとしたのか、主導は A ちゃんなんです。はい、広告代理店勤務の A ちゃんが昔その口コミによる事件っていうのを、うんうん、その会社で聞いて、豊川信用金庫事件っていう、あある女子高生の会話から、うん、豊川信用金庫はやばい、潰れるぞって今すぐ金を引き出せみたいな大損害を与えちゃったとんでもない事件が本当にあったんですけど、それを A ちゃんが聞いた時にひらめくわけです。存在しない天才をバズらせることってできるのではっていうことに気づいて、クラス会で、うん、この子たちもまたクラス会で出会ってるわけですよ、うん、青いベンチで言うその夢っていうところをもう一度向き合うわけで、この子たちはだから声を上げたの、逆に声が枯れるほど叫んだの、君が好きだという。最後この子たちの物質でのトークでそんな風に叶えたらいいよねっつって、どうするどうする、ペンネームルサンチマンとかどう、それ中二すぎるだろうって言って終わる。かっこいいいい、好きだ、すげえ好きな感じの話を、ごめん、うん、思いついちゃったんだけど、あの許してほしい、長かったと思う、はい、ありがとうおげんさん。でもやっぱりあのテスト前に勉強してるってやつは許せねえな俺いつか作品にしたいですね。いやしてください、はい、絶対してください。いやでもさやのこの読み切り3連弾もいつかね、あそうですね、3ページくらいにしてね。なんでだよ、なんで全部1ページ完結してる無理だろうね。あー楽しかった、楽しかった、うん、自分たちの昔の苦い思い出がちょっと蘇って、いやいい、その歌の中で歌われてる恋とかね愛とかそういうワードを夢に置き換えてるっていうのは、はい、誰しも刺さる部分なんじゃないかなって思う。あなんかそう思っていただけると嬉しいわ。素晴らしい作品をありがとう源先生。もうこんなこと知らないでこんなこと知らないで源先生、早くペンを握ってください、もうここは任せてください。じゃあなんかうまいこと締めてください。じゃあよーっ、やめろ、待て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 大学生の飲み会でももうちょっとまともに締めるわじゃこの後ゲンさんがおそらくこのルサンチマンのね映画ポスターをねカラーで描いてくれるということなので、重てぇ後悔してきたちょっとちゃんとあのかっこいいキャッチコピーもつけてくださいね。キャッチコピーでも考えてきたの。あ考えてきた、うん、このキャッチコピーは、うん、この才能は本物か偽物かってポスターあれなんでしょ、あの黒字にさピンク色の文字書いてあるだいたい藤原竜也が主演してるこれ藤竜也これ藤竜也じゃあこの後そのポスターが出てくるということでどうぞよろしくお願いします。なんか鳥肌立ってきたよ、描ける気がしない。サイさんどれ描くんだろうな。これじゃない、この子、うん、この愛が本物か偽物か、なんでだよやめろよ、描くんなキャッチコピー
さあ、ということで書いていきましょう。はい、いやもうこれは、はい、難産でした ね、 ねもうなんかもう肌塗り始めてんじゃん、さやさん。いやそうなんですよ、あの、はい、よしやるぞやるぞっていう気持ちでね、はい、あのこの絵に挑んだんですけどね、したらねカメラのボタンを押し忘れましたありがちね、あのタイムラプス収録ってしてないっていう。あ、そうそう、デジタルだとね。そう、ちょっとねあの絵のね方にね、はい、ちょっと緊張しまして、でこれ塗るのにねちょっと練習したりとかもいろいろね、えなんかテスト版何個も書いてたよね、さやね。いやそうなんですよ、こうちょっといろいろねこう、はいはい、個人的にはねこう挑戦な部分もあったので、はい、ちょっとねどうやって書いていこうかなっていうので、はあ、何回か練習とかしまして。いやでもめちゃくちゃ雰囲気出てるような気がするけどね、いつもより。ありがとうございます、ありがとうございます。てかなんか水彩っぽいわ。あーそうですね、うん、いやなんかこう色を混ぜたりとか、あとなんかこう光の場所みたいなのをちょっと意識しながら描いたりとかで、なんか淡い感じのね、はい、優しい光な感じが。ちょっとひどく真面目なことを言ってるんですけれども、ね、これ金魚ちゃんですね。そうなんですよ、はい、これはあのその小さな恋の歌から連想したストーリーの金魚ちゃんとそのメガネの真面目っ子少年ですね。はい、好きそうです、ね、すごいね、好きそうというか ね、セサは基本膝出てくるしね、膝、これ膝、この絵においてこう膝を入れる構図ってどうしたらいいんだろうって思ってすごい、これマジ5日ぐらい悩んでたこれこの角度でどうしても膝を入れたい。でそう、この構図でこの女の子がなんか男の子を包み込んでいる、はいはい、でも膝も出したいみたいなまあそのこだわりがね、はい、はい、ちょっと情熱が構想しますね。いいですね、そういう情熱は。うん、あとねこの後ね近くんですけど、はい、あのずっと描きたかったお花を描くことがちょっとやってできまして、はいはいはい、後ろに今からそのバイカモっていう、ああ、ね、お水の中で川の中で咲く梅の花みたいなね、現実にはそう梅の花の梅の種類じゃないんだけど、はいはい、あの梅みたいな、ね、の花ということで、小さな宇宙ですよこちらが。これは水の中に沈んでしまったわね、男の子。はい、リコーダーもありますよね、リコーダーが浮いてるわ。さあということで僕の方もですね、あの僕はもう3個の曲で1個のストーリーというあの、はい、完全にオムニバスったのでオムニバスオムニバスってゲイさんとね、はい、あの子ですよ、謎の子、ルサンチマンの謎の美天才絵描き少女ですよ、はい、でもやっと笑えるじゃないですか、はい、今までのさ物語の中ではさ、はい、こうそうね、はい、出てこなかったけど、なんと、はい、普通に一番最後にこうがっつりちゃんと顔を描くという、はい、まあでも最初から顔は出てたんだけどね、うんうん、そうで今回ちょっとね、いろいろ塗り方を変えてみようかなと思いつつ、ゲイさんは模索の、そう模索して行ったり来たりしてるんですけど、まあ、結果的にはこういう感じで落ち着きましたね、うん、ブラシのなんかこうグラデーションを先にスプレーっぽいやつでやった後に、その後色鉛筆でひたすら描き込み続けるっていう感じですね、うん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 、やっぱなんかこうペンタッチが細かいとなんか個人的にゲイさんの絵っていうイメージが、そうなんかね、そうなんで、自分で楽しい描いてて楽しいやり方ってなんだろうっていうので、新しいやり方しつつもこうタッチを入れてくっていう、いやなんかもう2人ともなんかさ、うん、今回のめちゃめちゃ頑張ってるからさ、なんかね、なんか違うことしたいねっていう感じですよね。そう、まあ見てる方からしたらあんまり違い分かんないかもしれないけど、ね、うん、いやもうタイムラプスが至極真面目でちょっと笑っちゃうんだよないつも以上に真面目いやそう、そう、でも今回ちょっと構図的にはポスターに最終的になるようなイメージで作ってるので、あの線で区切るというか、はい、手を入れることでこうなんか流れと絵の具の流れと手の持ってる筆で、うん、あの区切るというか小回りみたいな効果を、うんうんうん、いやこれなんかこう引きにした時のこの白い空間がさ、うん、まあ、今は白い空間なんだけど、そうそう、ちょっとねこの後ね僕もなんかね絵を描いた後にもう一仕事したんですよ、うん、デザイン作りました、はい、はい、でもなんかこの今の状態のこの白い空間が残ってるのもすごい好きなんだよね。そうなんかね見てて気持ちいい余白になるように、うん、結構比率とかは考えて今回ねそこの設計に時間かかったかもしれない、いやこの、うん、決まり、はい、そしてこの後ですよ、恋の裏表か、いやもうほらルサンチマン後ろにあのセリフだったりとか、はい、情報を散りばめてこうバウハウススタイルというかカチッとあの文字を使って形を作るみたいなデザインのね、うんうん、あの方法とかねあるんですけど、突如失踪天才絵描き少女、はい、っていう感じのこの、うん、なんかね美術展のようなポスターみたいな、うんうんうん、いやー、はい、このフォントが違かったりとかね、字が裏表なかったりとか考えてますね。じゃじゃーん、さやさんも完成ということで、さやさん実はねこれねあの原画で見るとね、はい、キラキラ絵の具使ってるんで、いやそうなんですよね、このちょっと見るとなんか凹凸見えるんだけど左のねこの泡とか、あそうなんですよ、泡のところがキラキラしてるのでね、うどうにもこう動画だと伝わらんっていう、スキャンだとねそうスキャンだとメディウム系伝わらないんだよね、いやそうだ、でも素材系というかやりたくなっちゃうんですよね。
やっと出せたよこの動画。いや本当よ。すげえ。あのコロナも挟んだのもあるんだけど、うん、あのね1ヶ月寝かせた。いやもう熟成あ。収録で言えば1ヶ月半前。熟成したのか。ね。もうなんか熟しきってるよね。熟しきってるね、うん。ちょっと端っこの方腐って落ちたかもしれないしね。やめろよ。新鮮なままでいてほしい。